こんにちは。こんばんは。どうした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 、テイク2ここ使いますよ。えどうもスマイルです。来たよ、ついに20回まで来たよ。よく続いたよな。まあここまではよくやったけども、最初のトークの2人間違えるか。リノさんしっかりして。まあリノさんらしいから OK としましょう。ちょっと待って今キレイとした人まだ知らないでくれ。今回は俺の首にかかってるからさ、あんまり俺の人気がないからってもう出番なくなるかもしれないんだよな。なのでどうせなら最後まで付き合ってちょうだい。ませませ、とにかく俺が喋ってるところ以外で切ってくれ。ということで今回第20回はビートルズ特集でやります。さてさてどうなるかな。最後まで楽しんでってくださいませ。ではサランのお二人さん、どうぞ。はい、 OK。こんにちは。こんばんは。パフォーマンスユニットサランのケンジと
リノです。どうもどうも、はい、パフパフどん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 、サランスマイルミュージック第、はい、なんと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 20回です。記念です。記念です。 よく頑張りましたよ。頑張りました。でもあと30回あります。あと30回、そうだね、50回を目標にやっております。一応目標を50回としております。はい、そこでね、反応がいいかなと思えば、うん、次の目標は、1000回にしております。はい、いきなり上がりますけども、1000回ね。でも当初の目標は50回やった時にチャンネル登録100人いってなかったら、はい、もうやめるとかって言っとったんでね。はい、でもところがところがおかげさまでありがたく、おそらくもうこれを放送する頃、はい、ちょっと前撮りしてますので、前撮りしてますね、はい、これをやる頃には多分100人は超えてるかなと、はい、そうですね。裏話しますと、はい、今日今この撮ってる時点では97人なんです、ね、97でございます。はい、とこの後いろいろイベントもありまして、そうです ね、はい、そのイベントに出たりなんかして、まあ、これ多分今撮ってる一月後くらいに公開するので、はい、それだけ期間があればおそらく100は突破してるだろうと。そうです、いうことを、ね、これしてなかったらそれ見るの辛いね。100ガーッと超えたはいいけど、どんどんどん一人ずつ減ってて、一人ずつ減ってて、撮ってるから99とか。どうしよう、そうなったら、そうなったらやだね。多分でもまあそれが現実ということで受け止めましょう、ね、はい、それはないと思いますよ。だから頼む、あなた、ね、今見てるあなたですよ、あなた。チャンネル登録していただいて、あのチャンネル登録これ見て解除みたいなことがないようによろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にね。はい、ということでございまして、はい、それで記念すべき第20回目は、今日はビートルズ特集。はい、ビートルズ特集ということで、ビートルズの曲を2曲やらさせていただきます。はい、ということで、はいはい、タイトルがビートルズ特集になりました。けども、うん、私あまりビートルズは得意でない。ね。うん、あのビートルズがというか洋楽が、うんうんうん、あ、そうか、なんか言ってたもんね最初ね。そうなんです、うん、はい、だから先に話させていただきますと、うん、この後ですかね、うん、ノーウェアマン、はい、はい、やりまして、まし、ね、私もちょっと歌詞を歌うところがあるんですけども、ね、ボロボロです。ボロボロでしたね。ボロボロでしたね。簡単な本当に ね、まあ、ね、二小節かなんかそれぐらいのところなんですけど、はい、言えない、歌えない、ね、うん、でね、あと編集で、はい、ケンジさんがね、はい、歌詞をこう下に ね、下に出しておきますから、ね、つけてくださいますけども、はい、違います、はい、そこと照らし合わせないように、はい、皆さん、はい、注意してください。違うことを歌ってます。違うことを歌ってます、はい、ビートルズファンの皆様、ね、申し訳ございません。本当に申し訳ございません。で、第20回記念って言ってビートルズって言っておいて申し訳、本当に申し訳ないから、あの最初に言っておきます。間違ってました。はい、で、はい、でも私はそこまで詳しくないんですけども、はい、ビートルズ好きね、俺もね、そうでもないのよ。そうでもない。そこはそうだよみたいなこと言わないと。いやいや、そうだよって言って、すごいビートルズ好きな人があの聞いてんじゃん。ね、あなたですよ、あなた。大好きでしょ、ビートルズね。でそういう人にはね、あの、とてもじゃないけど、かなわない。うん、だったらそこの二人やるなよって言われそうですよ。いや、でもそもそもだよ。あの、なんだろう、ビートルズを直接うちら見たわけじゃないんだよね。見てはないですね。リアルに見たわけでもないし、リアルにビートルズを聞いた世代でもないんだよね。そう、だからそこに集中して聞くというよりは、でも、まあ、いろんなとこでこう聞いて、そうなの、どの楽曲 もう耳にはしてる。そう、聞いたことある、聞いたことは知ってる、知ってるという。うちらはどっちかっていうと、うん、ビートルズの楽曲をカバーしてるプロの人たち、はい、とかの楽曲を聞いて、あ、これすげえかっこいいって思ったのがもともとなんじゃない。そうだよね。でそれで聞いて、誰の歌、ビートルズ、あーなるほどねって、やっぱいいよねっていう、こんな感じだと思いますよ。だから僕が一番最初に聞いたのは、あのあれですよ、アルフィーですよ、ザ、今ザアルフィーになってますけどね、当時アルフィーっていうね、はい、まだ売れてない頃です、アルフィーが、うん、あの3人で本当にバンド形式でやってない頃に、3人のユニットでやってた時によくやってたんですよ、このビートルズの楽曲を。で、ノーウェアマンっていうこの楽曲もその時に初めて聞いた
楽曲の一つで3人で歌ってるのがすごくかっこよくて、ビートルズがやってるのを聞くよりも、そうそう、だからアルフィーの方を聞いた、そう、アルフィーがやってるのを俺は先に聞いていい曲だなと思って、でその後よくよく聞いたら、あ、これビートルズの楽曲なんだっていう感じ、ね、はい、もう一曲最初にやったのなんだっけ、オーダーリー、オーダーリー、はい、これは桑田佳祐さんがなんかのテレビの番組、そうなん、ね、でやってるのを聞いて、おめっちゃかっこいい歌やなと思って、よくよく聞いたらビートルズだった。でも桑田佳祐がやったらまた全然イメージ違うのかな、これめっちゃかっこよかった。あ、桑田佳祐が桑田バンドだったかな、桑田バンドで、あの時になんかテレビのなんかの番組でやってたのを俺なんか聞いて、確かね、携帯に俺その時録音したのを覚えてます。そっか、そんなもんなので、生のビートルズを僕は直接知ってるわけじゃないから、でも桑田バンドでね、このオーダーリンは想像がつくね、かっこよさが、でしょう、まあ、うん、それをね、私たちサランがやったらこんなかっこ悪いものだとになるという、まあ、いろんなパターンがあっていいんじゃないですか、まあまあ、いろいろありますよ、本当にでも頑張ったんです、はい、頑張りました。でもね、あの、私オーダーに、うん、サックスでこう、まあ、絡まさせてもらうというか入ったんですけど、タンギングというのが本当にできないです、はいはい、サックス吹いてる方、ね、そうね、サックス吹いてる方もし見られてましたら、もうすごい上手な方は置いときまして、もう習い始めたばっかりの方とか、うん、多分ね、タンギングすごい難しいと思ってると思うんですけども、うん、私もこう3年目になるんですけども、はい、できません、できません、難しいね、基本練習やってて、そこだけでタンギングするのはなんとか、うん、曲に入っちゃうとできなくなる、うんうん、これ途端に不思議なもので、不思議なもので、でも そんなもんだよね、歌詞も覚えてるんだけど、うんうんうん、普通鼻歌でふーって歌ってる時出てくるんだけど、はいはい、本番になると出てこないって、なんでだろうね、特に弾き語りで、ね、ギターと両方だったらやっぱり難しいよね。そうなんだよ、だからよく弾き語りカラオケで歌うだけだったら多分、あ、全然いいのかな、うん、だから弾き語りで一人でやってる人で練習しない人結構いるんですよ、はあ、でそういう人もあの家でやるときは歌詞なんか全くね見ずに覚えてるんだけど、本番になると途端に出てこないっていう人結構聞きますよね、そういう話ね、あなたですよ、あなた、あなた、だと思いますよ、そんなもんなんですよ、はい、なのでそれで何回も取り直したとしても多分同じ結果になるだろうということで、はい、我々は間違えたら間違えたまま、はい、出しておりますが、結構でも最初の頃はね、ちょっと取り直ししたりはしてたんですけども、うんうん、最近はまあまあのところで、うんうん、何回やっても同じかなということでそうだね、さっきのノーヤマンも多分何回やっても私一緒のこと言いそうです、はい、一緒の歌詞をね、はい、でもそんなもんでしょ、うん、どっかで修正しようと思ったら ね、 そうですよ ね、 ね、 ね、練習し直してね、はいはい、頑張って練習しますよ、はい、はい、今日はビートルズの曲を2曲やらさせていただきましたけども、うん、いかがでしたでしょうか、はい、まだやってないか、あ、もう1曲、もう1回、もう1回、もう、まあ、この後ですね、実際これ撮った時はもうやり終わってますが、はい、本番ではこの後に流します。そう、このスマイルミュージックもね、だん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 ね、裏話をさせていただいてるんですけども ね、はい、ね、かなり前に飛びましたという話と、はい、曲の方を先に撮ってから、トークをしてますということなんで、はい、二人の頭の中がくる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 、実は回ってる状態で、この後本当はある、慣れたじゃない、こういうパターンもね、慣れたけども、ね、うん、この後にあるんだなっていうことが今私飛んでました。あ、そう、はい、この後、この後やります、この後野山をやります、はい、歌詞は間違ってますけども、はい、リズムに乗ってください、はいはい、強制的におかしいところありますが、まあ、そこは目をつぶっていただいて、はい、でございますよ、はい、もういいですか、はい、もういいですか、はい、もういいですか、くどいやつだな、いきます、次の曲です、はい、野山聴いてください、どうぞ、膝上No, I'm sitting in his nowhere. Making go his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view. Knows not where he's going to. Isn't he ever like you?Come on.
as fun as we can be. Just it won't get one to see. No one man can you see me alone. That's not what it's going to. Isn't there a bit like you and me? No, when I'm pretty, you don't know. スマイルミュージックの方はいかがでしたでしょうか。この動画を見て楽しかったなって思っていただいたあなた、ぜひぜひ評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方はこちら、おすすめ動画の方はこちら、またコメント欄に感想などもいただけたら嬉しく思います。では来週もまたお会いしましょう。